ないみたいな、見たくないとか。で、また、こう、塩村あやか議員とか、こう、テレパシーで聞こえてきたのは、ソープランドとかもなくしてほしいみたいな。どう思ってんのみたいなさ。俺に対してね。どう思ってるって言われて。みたいな。俺の友達、今ソープランド経営してるのがいるんでね。で、キャバクラだけにしてよ、みたいな。いや、してよって言われてもさ、みたいな。で、どう思うのみたいな。ね、キャバクラで交渉してよ、みたいなさ。いや、まあ、なかなか、俺、その利権絡んでないから、ね、経営してるとかもないし、なかなか難しいけど、それは世論で、世間の皆さんで、話してもらえばいいことっていうか、俺、行かないから、そもそも。ね、その性風俗とかさ、まあ、デリベリーヘルスみたいな、ね、本番プレイが禁止なわけじゃないですか、デリバリーヘルス。だけど、まあ、一応、そのデリバリーヘルスとかのだとさ、エッチさせてくれるっていうふうに聞くのはただじゃん。聞くのはただ。で、女の子も、この人だったらやってもいいよみたいなさ、この金額で。まあ、それでプラスアルファお金払うとかじゃなくても、この金額で別にこの人だったらやってもいいかなみたいな。で、そういうのはあったよ、俺も確かに。まあ、ちょっと、ちゃんと、何？性病防止のためにコンドームとかつけたけど、聞くのはただじゃん。ね、本番行為は禁止ですとか言われて、言わ、書いてあるよ。書いてあっても、やれしてくれるみたいなさ、エッチさせてくれるみたいなさ、さ、いいよ、いいよとかってさ、言ってくれた女の子が何人かいるよ。で、別にその後、なんかヤクザが来て追い込まれるとか、一切ない。別に普通に電話番号とかも教えてくれ、電話番号教えてくれるって言ったら、教えてくれたね。だけど、もう一回電話かけるとか、一回もしたことないけど、なんとなく、普通に言うとエッチさせてくれるし、電話番号も聞けるみたいな。